昭和ノーマでさ、行きましょうか。はい、いってらっしゃい。Thank you.
きました。はじめまして、ドラスティックアユバンドと申します。今日は、快諾いただきました東京クラブさん、ありがとうございます。1曲目はですね、I love rock and roll って言いましたね。で2曲目が、オートマチックパイロット、2曲ともですね、何だっけやつ、まあ、どうでしょうジョンジェットね。ジョンジェットじゃねえよ。アラン・メリルって、ね、それか。アラン・メリルっていう、すごい、ロッカーが半世紀ほど前に頑張っていましたね。亀安さんとウォーカー・コリンズというね、ロックバンドを50年ぐらい前にやってたんですけどね、ちょうど僕が14、15の頃か、永遠の14歳の我々の曲が、もう刷り込まれたまんまの曲が2曲、やらせてもらいました。で、ご紹介します。はい。はい。しょぼ。そうだ、今だって目の前にたったの300人しかいないんだからね。300人ね、800人の予定だったのに。いつもの通りでございます。花粉がやばいですね、今ね。今もちょっと鼻水垂れてる。去年のね、6月9日に我々はドラスティックアイバンドを、結成発足いたしましたね。なんと一等最初に音出ししたのはあそこにいらっしゃる、神田で、3代続くんだっけ泉という、超おいしい、ご飯食べさせてくれる泉さんのジェンちゃんとこでしたね。おい、ね、しいし楽しいし、6月9日ロックの日です。我々は基本的にロックバンドです。漫才パンギター、ベース、そのだアイパッドくんってね、ということで大丈夫か。我々のベースにあれボンドティというバンドがありまして、アイは、ボンドティの正、ベーシスト、私は正ハーピスト、ハーピストってハーモニカなんですね、縦言じゃない。山根去年の6月頃にアユの声がなんか面白い声だなと思って、一回これ歌ってみっつって、カラオケで歌ってもらって、その音源を送ってもらったら、いけんじゃねえこいつも、うん、で始まったということで、弱い、アラフィフにして女子高生声という、いやアユの、まずですね、似通ったようなシンガーの曲から、ピックアップしていろいろやっていきますんで、よろしくお願いします。行くぜ。レイカノコ。Thank you.
そうだよ。隙間を縫って我々がやってるって。さて次、やはりあの変な声の持ち主。変な声出してもはや50年あらゆる日本全国津々浦々みんなが知ってる、トトロ の, あのバックですな。ルーマー弁護いきます。トトロじゃねえ、魔女の卓球。これ歌っちゃいかんよね。面白いですよ。一緒に。Thank you.
次、あゆの声に似てる人っているようであんまりいないんですよね、今時は。さっきののっこさんもそうですけど、この間ね、1月に亡くなってしまいました、高橋幸宏さんが、一番最初にやってたこのメジャーバンド、サディスティックミカバンド、ミカの声が似てるというね。そうか。そうか。そこからちょっとピックアップして、はい、初期の、ミカバンドのね、名曲ですね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。落ち着け。よし。いきます。先ほど言いましたようにね、僕が去年64歳になりましたね。
おめでとうございます。今年65になっちゃうんだね。言えない。ね。言えない。で、アユと足し算すると今年2人で100…14?115歳。私50。あの曲、ど真ん中。あら、あらじゃなくて、皮膚。皮膚皮膚ティー。皮膚ティーです。スキン。よくわかんねえ。なんかお笑いしてる人もいる。俺まだ40代かと思ってる。今まだよ。変わってんじゃん。まだ40代だよ。今40。どうでもいいんですけどね。こんなことはどうでもいいんだ。さあ、行こう。永遠の14歳だからね、頭がね。ここ2、3年だから、永遠の中二病。ね、我々まさに中二病真っただ中で、50年も無駄に生きてしまったっていう。ずーっと中二病ね。ねえ、ばっかじゃねえ。いや、これプロモーションビデオ見たらかっこいいって。お、ありがとうございます。あ、ビーナスライン、あの、あれ、あ、ありがとうございます。あの、白川君、後でやりますんで。あ、ありがとうございます。ということで、はい、ミカバンドから、はい、難しいやつ、難しいやつ。タイムマシンに、あれ、ケスケ君、頑張れ。
頭悪いからね。あい、あい、あい、あゆさんは、藤沢からおいででございます。ね、茅ヶ崎、江ノ島、まあ、あっこらへん。海辺ね。藤沢は海辺じゃないけどね。江ノ島は海辺じゃないですか。うちから海まで5キロだって。よくわかんないけどね。分かってないでしょ。内陸練馬で。分かってないでしょ。大根畑で育ったから、これね、戸田だとかさ、浦和だとかさ。これ関係ないからね。意味あってこそ、ね、あゆさんはなんと小学校5年生までイギリス人でした。6年だよ。6年人じゃないし、ね、イギリス人でした。違う違う違う、公用語は英語だよね。イギリスだ、ロンドンだよね。鼻水垂れてる、うん、そうだよ、ね、うん、ロンドン舐める。勘弁してください。勘弁してなるもんか。なので、あの、後ほど英語の曲もちょろちょろフィーチャーしますけども、最初の曲英語だったのか。確認しちゃったけど、やりきっちゃったらいいんだよ。よくわかんないね。わかんないし、あれカタカナだから。カタカナ広いよ。今年になってね、あの、ジェフベックをはじめ有名な方がね、パツパツパツと言ってしまいましてね。昨日、一昨日だっけ、あれ選ばれたんだっけ。あ、松本零士、ね、銀河鉄道ね、まあ、ジェフ・ベック、高橋幸宏、さっき言いましたけども、もう一人、僕にとって一番悲しかったのは鮎川誠、ね、シーナンドロケッツ。鮎川さんは渋谷 の、 あのテラプレーンという、ライブハウスが前にあったんですけど、あそこでご一緒した時に、ね、いろいろ話し込んでね、いい気さくな人ですよ、あの人ね。あの人、ロシアなんでね、元は。生まれ育ったのは北九州なんで、日本人なんだけど、血がね、ロシア人なんだ。だからルックスがなんかロシアっぽい顔、ロシアっぽい顔とか外人っぽい顔だね。で、追悼鮎川誠、追悼椎名。なんか似たようなギターは持ってません？違うの？これは高野か。違うの？これ高野のモデル。違うモデルにしよう。サディスティックミカバー。いつもね、似たようなギター弾くんですよね。ギリマン？ギリマン。次回お楽しみに。かっこいいのがあるんですよ。誰なんだ？誰だ？レモンティー。はい。
畳むのやめてもらいますけど、あなたレコ動画隣に。いやー参りますねこれ。あの鼻水飲んでるとお腹いっぱいになりそうだね。うるさいのが続きましたのでね、ちょっと、ちょっと、なんて言いますかね、ちょっと落ち着いた感じ、ちょっと静かな、落ち着いてないかな、うん、まあロックなんつうのはね、大体スリーコードで C、F、G、7でこの3つ弾ければみんなロックになれるんですけどね、次の曲もロックじゃないですけど、まあレゲエですね。レゲエも、スリーコードの曲がめちゃくちゃ多くて、その中で僕はもうやっぱり14歳ぐらいの頃から大好きだった。変わんないね。変わんないですね、何でも重要だよ。そう、全部重要だよ。We're gonna sing it.
ありがとう。いいね。ここ水の町じゃなくて、なんかあの桶川とかそこら辺に乗り的には嬉しいね、ペンライト振ってもらえるとね。私も持ってこいからなの。そう、それではですね、前半戦が、今日は2時間ほど終わっていただきますので前半戦があと2曲で終わります、そろそろみんなあのでかい音は飽きてきたかなということでちょっとトーク系で、ノラ・ジョーンズさんがねあの一番、メジャーかなと思うんですけど、私の青い空マイ・ブルー・ヘブンっていうね、もう100年ぐらい前の曲なんですけど、ノラ・ジョーンズさんはこの間の10月5年ぶりに日本を来日しましてね、ぜひとも行きたかったんですけど、まあ行けなかったんで、まあ、やってみましょう。はい、ちょっと待った、またちょっと待ってて、よいしょ、何どうしたの、ギターばっか弾いてて、実は俺ハーモニカ吹きだって忘れてた。そうだったね。そういえばそんなこと。系の血が入ってるかな、あの人は。だから顔がちょっとエキゾチックとかしてるね、うん、なんだって、どうでもいいんだけど前半戦ラスト、なんとこれびっくりしたよね、この曲あの選んでああいうに歌ってもらったら憑依してるんだよね。ないそこまでない。そんなあれ同い年なんですよ、昭和33年生まれ。そうなんだ、うん、マイケル・ジャクソン、俺昭和33年生まれ。俺入れるの33年生まれ。さらにもう一人、マッダーナマテリアルが。
になってから後半に入りたいと思います。ありがとうございます。よいしょ。45分予定通り。ほら1本タバコ吸ってくから。なんかね、自分の声がすごくよく聞こえて怖い。いや、いいけど、いい声です。自分で自分の声が聞こえて気持ち悪い。自分の声が。いやいやいや、ありがとう。なんかいつもと違くて、いつもほらスペースが、ね、気持ちいい、はい、もっとね、もうシャウトできて。だからすごい聞こえるからもっと聞かなきゃいけないかなって思って、いつもだと聞こえないから出すんだけど大丈夫ですか。すごい気持ちよく一回聞こえる。あ、あんなとこにあんなものが、いつの間に。ありがとうございます。はい、いらっしゃいまし。ダイナムいいっすね。ロッカー、はい、一応ありがとうございます。なんだっけ、椎名、一応今日は椎名と早川さん追悼ということで。あだよね、止めてくるの忘れた。何を、この人この人一応